覚えよう音楽理論第3回今回はメジャー7コード以外の基本的なコードの構成音を見つけ出すということをやってみましょうえー、セブンスコードマイナーセブンそれからマイナーセブンフラット5これマイナーセブンフラット5というのはハーフディミニッシュというふうに呼んだりもしますそれからディミニッシュですね 通常ディミニッシュというのは3つの音で構成されていてですね4つの音の場合はディミニッシュ7というふうに表記するんですがジャズではもうディミニッシュとしてこれで最初から4和音として扱いますはい、ではメジャー7の構成音からまずセブンスコードの方を見つけ出してみましょうえ C メジャー7を使います c メジャー7の構成音は CEGB でしたね分からない人は前回の第2回の動画を見てみてくださいそれから音階の方を全てアルファベットで言っていくんですがそれが分からない方は第1回の動画の方を見てみてくださいえもう一度 c メジャブ7 c e g b こちらのですね7度を半音下げることによってセブンスコードになりますなので B の音ですねこれを半音下げますので C7 のコードは c e g b トというふうになりますで次です、ね、マイナーセブンですねマイナーセブン今度はセブンスのコードの3度を半音下げます はい、C7 のコードの構成音 c e g b トでしたこれを3度を半音下げますので E が e トになりますなので Cm7 の構成音は c e ト、g b, b というふうになります はい次マイナーセブンフフラットファイブですねこれカッコがついていたりカッコがついてなかったりするんですがどちらも意味は同じですマイナス5がついていると意味は同じですでこれマイナス5というのはですね5度の音を半音下げるですからマイナーセブンのコードの5度を半音下げましょうっていう意味になります、えー、c マイナーセブンの構成音 c e フラット、g b だったものを5度の音 g を半音下げますので、c マイナーセブンフラット5の構成音は ce フラット g フラット b フラットという風になります。では次、次ディミニッシュのコードですね。こちらの構成音も出していきましょう。 今度はです、ね、マイナー 7b5 の7度ですねこちらをまた半音下げます、えー、先ほど Cm7b5 やりました CebGbb この7度を半音下げますので C ディミニッシュは CebGbA という構成音になります。 えー、メジャーセブンセブンブンマイナーセブンマイナーセブンフラット5ディミニッシュというふうに順番に言っていきましたけどもまとめると C でいきますが C メジャーセブンは CEGB、c セブンは CEGB フラット、そしてマイナーセブンは えー、c マイナーセブンですね c e フラット g b フラットそして c マイナーセブンフラット5は c e フラット g フラット b フラットそして c ディミニッシュが c e フラット g フラット a というふうになります、えー、こちらルートですね今回だと c の部分が変わっても、えー、同じですねえっ、ー、とー 数え方とか、えー、どれが半音下がるとかというのは全部のコードにおいて共通ですので他のコードの方でもですね是非応用して勉強してみてくださいそれからよく出るコードについてはですねもう暗記していくのがいいんですが最初からたくさん暗記するっていう風になると えー、しんどいのでですね曲をやるたびに、えー、このやり方でコードの構成音を調べてからアドリブの練習をするとかっていうやり方でいいと思いますそして徐々にいろんなコードの構成音を頭に入れていくというやり方をすると良いでしょうでは今回は以上で終わりますご視聴ありがとうございました